たしますぜ。その動物、こちらにもらうぞ。細分期は養殖修礼にして教養あふれる女性である。特に詩文と音曲の才に優れ、曹操をして大いに称賛せしめた。だがその才能と情熱が思いがけない騒動を巻き起こす。ある日、細分期は試作をすると言い残して一人外出。そのまま音信不通となってしまう。彼女が消息を絶ったのは昨今富に荒れすさむ地。もしや彼女の身に何かあったのか。跋扈する異民族、横行する無頼の輩、多くの危険に不安が募る。曹操は古参の将来に細分期の捜索を命じた。現場へと急行する花公園、学信、利天、雨金。騒乱の果て、彼らを待ち受ける結末はいかなるものか。曹操に追えねば。開門、右分足出るぞ。開門します。お気をつけて。早いとこ細分機殿を見つけるぞ。というのはさっさと終わらせるに限る。逃げ去る不審者を発見しました。昨今出没している誘拐犯のようです。誘拐犯とか冗談じゃねえな。私は決して誘拐犯などではないはずです。
ありがとうございます。私にお伝えしている方は、こちらです。
せるつもりか。逃げた。生きてるこっちも奮い立ちますぜ。ここまで追い詰められるのはかえって新鮮。また会えてもいいの。敵将撃ち取った。次はあっちだ。こちらにもらうぞ。ああ、一人探し。
受けよ。夫人がいるらしい。我が前に引き出すがいい。死ぬんだところで無駄だ。わらなんかに私は死ねえぞ。邪魔をするつもりなら、どうしたせんぞ。敵は無駄にするのは下がっている。
ダメだ、全然向かない、おまけに余計な戦いヘルヘルだぜ。これだけ探しても見つからないとは考えたくはありませんが、やはり強度などに。どなたかをお探しなのですか？ええ、細分岐殿が。え、私がどうかいたしましたか？そう、どうかしてるよ。俺たちあんたを探してこう駆けずり回ってだな。それは失礼しました。死守を求めて歩いていたもので。ですがおかげでいい詩が読めました。え、まさかここで？今はいいって。あ、ウギン殿、お手柔らかに。是非もない、鬼人詩よ。